Excuse me. Hmm? Can you tell me how to get to the station? Huh? なんだって? Can you tell me how to get to the station? ほほ、英語か。Don't worry! Hmm? え、違う。あの、その…英語も話せないなんて、勉強が足りないね。ん? Can you tell me how to get to the station? Go! Straight! And turn right! Go, go, go! Go your way! Believe yourself! Oh, all right, thank you. You are welcome!イングリッシュ資格検定の賜物だな。ああ、ありがとうよ。すまねえ、英語なんてからっきしで。礼には及びませんよ。でも、あれくらいの日常英語くらいはできないとグローバル社会に乗り遅れますよ。グローバル社会。今は世界を股にかけて活動をするのが当たり前。僕もそんなインターナショナルなパーソンを目指してこの学校で資格を取得し人間力を磨いているんだ。学校、ああこの建物か。大海原資格学校。そう、僕はこの学校にずっと通っていてね、今までに取得してきた資格はざっと50以上にも上るんだ。 50? マジかよ、すげえな。資格なんて俺一つも持ってねえぜ。それはいけない。今は個の力が重視される時代。資格を取って人間力を磨かないと一流の社会人になれないし将来食いっぱぐれるよ。そうだ、せっかくだから体験してみたらいい。体験？ああ、この学校では今初回講習無料キャンペーンをやっているんだ。無料で人間力を磨ける、興味あるでしょ。まあ確かに少し興味はあるけどよ。なら善は急げだ、ついてきなさいな。さあさあさあ。ああ。へえ、ここが資格学校か。こういうところ初めて来たぜ。ここは資格学校業界の中でもかなりの大手だからね。さあ、こちらが受付だよ。あ、イカリさん。どうも、宮越さん。今日も素敵ですね。なんちゃって。あ、そちらの方は？この人ですか。この人は、その…体験レッスンの希望者です。僕が、この僕、イカリが勧誘したんですよ。なるほどね。この子の気を引きたいがために俺を紹介したってわけか。たぶん。そうなんですか。ご紹介ありがとうございます、イカリさん。いやあ、なあに、宮越さんのためですから、なんつって。私、本校受付の宮越と申します。よろしくお願いしますね。なあ、俺は春日一番ってんだ。春日さんですね。それでは簡単に本校の説明をさせていただきます。耳の穴かっぽじってよく聞くんだぞ。宮越さんがせっかく説明してくれるんだから一言一句逃さないように。うるせえな。当校は就職から趣味に至るまであらゆる資格のサポートをしている学校です。資格試験の合格率は業界ナンバーワン。覚悟を決めたら大海原をスローガンに本気で自分を高めたい人を後押ししています。ほう、合格率ナンバーワンか。すげえじゃねえか。ありがとうございます。ただ我々は単に資格が取れればいい、合格すればいいとは考えていないんです。大切なのは資格取得をする中でいかにその人自身を磨くことができるか、
人間力を高めることができるか、そこに主眼を置いた教育を行っています。いくら資格がたくさん取れたとしても、人として成長できなければ意味がないと考えているからです。いいこと言うな、宮越さんは。お前、ちょっと黙っててくれねえか。まあでも、なんとなく分かった。俺も資格が欲しいってわけじゃねえけどよ、人間としてもうちょい成長してえなって思ってたんだ。ありがとうございます。では無料体験をご希望とのことで受けたまわりました。ご準備ができましたら私にお声掛けください。無料体験を始めさせていただきますので。わかった。春日さん、無料体験を始めさせていただきます。ご準備を。なあ、頼むぜ。それではご案内させていただきますね。どの資格を受験しますか？こちらの資格でよろしいですか？頑張ってくださいね。お疲れ様でした。これで無料体験は終了になります。ふう。初めてにしては上出来じゃないかな。まあ、僕みたいに資格の達人になるにはまだまだ道のりは長いけどね。いちいちうるせえな。やってみていかがでしたか、春日さん。勉強なんてほとんどしたことねえから大変だったけど、なかなか面白かったぜ。身になるっていうか、自分が成長した感じがして気持ちいいな。それは良かったです。人としての成長、人間力の育成こそがうちの学校の目指すところですから、もしよろしければ入学を検討いただけませんでしょうか。うちは入学は無料、取りたい資格があるときにその講座に申し込んでいただく形になります。申し込まなければ料金はかからない。とりあえず入学しといて損はないわけだから入学した方がいいよ。宮越さんのためにもするんだ。さあさあさあ。たく、わかったよ。俺も人間としてもうちょっと成長してみてえからな。試しに入学してみるわ。ありがとうございます。
一緒に人間力を伸ばしましょう。受けたいコースがありましたらいつでも。分かった。だがいろんなコースがあるんだろう。俺何も分からねえ状態だからな。あ、そうですよね。何かサポートが必要ですよね。それなら資格取得数50を超える資格のプロのこの僕がサポートして差し上げましょう。お前が？わあ、イカリさんにサポートしていただけるんでしたら本当に助かります。でもいいんですか？もちろん、宮越さんが喜ぶ顔が見れるんでしたら、もじゃもじゃ頭のおっさんのサポートの一つや二つ大したことはありませんよ。なんつって下心丸出しだな。ですが、イカリさんは資格に関しては下手な職員よりも詳しいので、すごく頼りになると思いますよ。まあ、ちょっと癖はあるかもしれませんが。ちょっとね。まあ、わかった。よろしく頼みますよ、猪狩先輩。任せてくれたまえ。僕が優しくサポートする姿見ていてくださいね、宮越さん。なんつって。はい。それじゃあ春日さん、今後ともよろしくお願いしますね。ご用件は？新しい資格にチャレンジできるようになりましたよ。すみません、受験料が足りないようです。すみません、受験料が足りないようです。こちらの資格でよろしいですか？またいらしてくださいね。休もうぜ、春日。いや。マジか。わかった。ん？マジか。わかった。フフフフフ。